それではですね、次絶景ナンバー3番山中レミ選手。レミちゃん、はい、たくさんのファンの方がお写真撮ってます。はい、ポーズ大丈夫ですか。はい、HRC クラブ三谷所属、そしてファンへのメッセージは頑張りますということです。山中選手、一言じゃあお願いいたします。頑張ります。はい、頑張りますということで、はい、あの雨もね、あの止んできましたし、頑張ってくださいね。はい、それではスタートの方準備お願いいたします。9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。いってらっしゃい。はい、それでは30、しっかり踏んで。
こ
タイムオーバオリア。誰も気変事件になった。よく間に合ったな。ああ。
Thank you.
さーす。まみちゃん落ちた。あ、きついんちゃうこれは。Thank you.
すごい。Thank you.
ターは全然グリップ感覚が分かんないんで難しいと思います。
ここのラインも結構いろいろあるんで、ライダー悩みます。ありがとうございます。
生バックフリップにと開けすぎて回ったんじゃないですからね。トモト選手やりますね。すごいですね。もうさあちょっとまっすぐ狙いですね。さあ、行ってくれ。スタッフ選手まで行けると思う。捕まらないようにしないと減速してしまいますから、一気に上まで飛ばないとダメです。お、ちょっとラインを変えたかな。ちょっと違うラインで行きそうです。インカーのラインから、ああこっち側から飛ぶという形かな。横に出してもらいます。さあ城田秋田選手どういう走りを見せてくれるか。今のでラインが2本見えましたから、どちらか選べますよね。どちらのラインを選ぶでしょうか。素晴らしかった今の走り。最初のラインの方が多分勢いはうまいことつけばつくと思います。しかし左がこれはちょっとね、すごい。どうや今なんて1、2、今2点。まだいきます、まだいきます、まだいきます、まだいきます。何点出口まで。坂口さん何点？まだ時間もありそう。何点？今何点？3点？頑張れ！何点って？坂口さん何点？坂口さん何点って？1点。いや分かんない。左側のサポートライダー触ったらダメ。バックするまで押さえて、押さえんで。出た？あ、バック。今1点1点です。差が、うん、ちょっとこっちが見えてる、おっしゅうまい、素晴らしい。いやいや、そこまでクリーンでいこう。まあ、キラー選手、島田選手の走りを見てたのでアマラインになったのかな。よし、こっから行け。さあ、軽いてもらうか。上りをのぞき込んでいます。最後はちょっと右へ逃げながら行った方が良さそうでしたね。坂口さん、ちゃんと見よってよ。まだ今のところクリーンやけんね。わかりやすい。さあ、キラ選手も左の、あ、右のラインか、右のライン35、落とさずに一気に、結構一度目で当たったから。
もいったけども、ちょっとこの2段目でフロントが行き過ぎた。さあ同じで行き方で行くか、はい、違うか、はい、入ります。橋を狙いました。はい、1点。昨日見てた時はあのラインがいいかなと僕は思ってましたけども、まあとは乗るだけ。まだ1点。さあこのままクピンすれば柴田選手と一緒の1点です。さあ残り得意の紅山選手、ぜひ見せてもらいたい。今までは2サイクルヤマハのエンジンがかなりパワーが効いてます。あの1回ずつついたら2点3点ってあの上げてって惜しい。ちょっと震えたけど、途中で持ちまーす。落ちましたけども、残念。拍手お願いします。大きな拍手お願いします。さあ、栗山選手のラインもありましたから、これで3トリルあるのかな。さあ、瀬谷選手はどこのラインで行くか。お、また新しいラインか。まあ、最初のやり方やけども、ここから一気に釣って、よし、うまい、素晴らしい、いいのままね、体がよく動きます、よし、いいのままね。とにかくもうアクションで乗り越えてますからね。ああ、これはいい、よし、ここから聞いてもらいたい。ある落ち着いて、坂口さん行くよ、クリーンのままよ、見よってね。あ、振られないように全開で、どうした、お願いします。さすがジョエル選手はね、マルドスほとんどの間がクリーンしてますから、ぜひともクリーンしてもらいたい。さあ栗山選手と同じところに止まりましたね。さああの端っこを狙うのかな。おっしゃ、いった、素晴らしい、素晴らしい。一気に2つ取られたので、時間に進めます。そして、フリー。さあ、ここから、あとは登る。あと1分。さあ、ヤマハパワーを見せてもらいたい。坂口さん、フリーのまま上がるよ。野崎選手、あと4点、高木さん、3点で間違いない。はい、3点のままですね。おう、
満点です。素晴らしい、ゴールに来ました。野崎選手加速はすごく良かった、かなり勢いだった。はい、次、はい、第2位の小川智之選手です。はい、ライダー入ります。頑張ってもらいたい。さあ、野崎選手の乗りがラインがすごく良かったように見えましたけども、同じ方で同じ方、よし、終わった、よし、まだ行けよ。1点。さあ、加速で振られないように。さあ、ここから一気に。さあ、選手。坂口さん、なるべく大きく、はっきり言うてね。ごめんけど。なんか、羽織の勝機を坂口さん。よーし、いった。3点出ました。何点かな。3点です。大きな勝利です。素晴らしい。はい、そして最後、第1位の小川剛選手です。拍手お願いします。さあ、小川選手、ここをクリームスライダー入ります。ここに勝利がない。ああ、しかしでもいけるかもわかんない。小川選手登り得意ですから、ぜひとも見せてもらいたい。剛選手頑張ってもらいたい。よしよしよし、次のまま、よかった、次のままよ、OK、次のままよし、次のままパワークリーン。さあ、あとは登るだけ。出口には優勝が待ってます。グリーンでいけば優勝。さあ、助走しっかりとって慎重に振られないようにいけ。第5位はヤマハファクトリーレーシングチーム所属の黒山健一選手です。おめでとうございます。そして第4位はチーム TRRS 柴田明選手です。おめでとうございます。そして第3位、チーム FWO with 山ルーベ様の所属の野崎文隆選手です。そして第2位は創始音響ワイズベータチーム所属の小川剛選手です。おめでとうございます。そして輝く第1位はチーム三谷ホンダ所属の小川智之選手です。おめでとうございます。それでは MFJ トライアル委員会委員長の西様よりご選手の方お願いいたします。おめでとうござい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 ます。皆様拍手お願いいたします。おめでとうございます。盛大な拍手をお願いいたします。おめで
それでは第3位の野崎選手、コメントの方お願いいたします。ありがとうございました。今日はマシーンはすごく調子が良かったので、最後ヒルクライムのスペシャルステージも、もうちょっとなんかクリーンできそうな雰囲気が自分でも走ってたったので、ぜひ、ヤマハの車両のパワーを見ていただけたかなと思うんですけど、ちょっと自分自身の調子、体調が良くなくて怪我続きで、しかも今朝のちょっと朝の公式練習でまたちょっと手を怪我してしまったので、それがなければ勝ったんじゃないかなと思ってます。以上です。はい、どうもありがとうございました。皆様拍手をお願いいたします。はい、そして第2位に輝きました小川選手、小川剛選手、コメントお願いいたします。お疲れ様でした。久しぶりの、上位入賞なのですごく嬉しいんですけど、最後の最後でちょっと取りこぼしたような感じになったので、次こそもう一つ上のところに立てるように頑張るので、今後も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。そして第1位に輝きました小川智之選手、コメントの方よろしくお願いいたします。応援ありがとうございました。まあ、ちょっとアロマラップは、ね、すごい調子良かったんですけど、ツーラップ目ちょっと、ミスが多くて、SS 入る前には2位という状況で追い込まれた状況だったんですけど、まあ、なんとか2つとも攻略することができて1位にまた返り咲けることが、まあ、嬉しかったところです。あと、まあ、九州では、ね、いろいろスクールとかいろんなイベントとか呼んでもらってて、関係者の方も、顔見知りの方とか結構いらっしゃるので、セクションも含めて、今日すごく楽しい1日だったので、また九州に行きたいなと思います。また応援よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、それではお写真タイムになります。銀河の